その4人を配送させるんです。え、すごくないそれ。ガブ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 っつって。おう。おいたち、いつかやる。ひろすけ、副社長。世界の歴史シリーズ4000。よー。さあ、今回はですね、前回、猫の歴史をやったじゃないですか。やりましたね。ということで、今回は犬の歴史をやりたいなと思っております。安直だよ、考えが。猫やったから犬やろう、みたいな。そんなことだろ？お前が発案したんだぞ。ギクなんだこの茶番なんだじゃあ、最初誰やりますか？おい、まずは副社長で。はい。うん。あのですね、世界の歴史上、戦場で犬が活躍するっていうことは結構あったんです。ありますね。まあ悲しいところで言えば、ソ連の爆弾犬であったりとか、うんうん、戦車のね、下に潜り込んで爆発させるというね。まあ兵器にしたかね、動物。そうそう、犬兵器みたいな感じで。でも中にはですね、英雄となった犬もいるんです。うん。そのうちの一つがアメリカの英雄犬、スタビー。スタビー。スタビー。うん。これはですね、アメリカのコネチカット州でコンロイという兵士が泥だらけの子犬を訓練所の近くで拾う。保護したと。保護したと。うん、で、そこからね、まあ、訓練所に持って帰って、まあ、育てることになったんだけど、たちまち人気者になったの。うん。愛らしいし、まあ、兵士たちは癒しを求めてるから、うん、まあ、犬が、その人気が高まるっていうのはあるんですよ。ただね、やっぱ賢かった、この二人。はいはい。なんと、敬礼ができたの。右の前足をこうパッと上げてね。むっちゃあった方がいいやん。いや、だからもう人気になったの。それだけ愛らしいから。うん、ただ、スタビそこでは終わらない。うん。戦場で、目覚ましい活躍を見せることになる。このスタビーっていうのは、その連隊とともに、第一次世界大戦のフランス側の戦線に送られることになった。うん。ただ、その戦場で、例えばドイツ軍が毒ガスを流そうとしたら、それをスタビーがパッて察知して、うん、要は自分の陣地に知らせん、吠えて。ワンワンワン。ワン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 つって寝てる兵士とかもいたんだけど、叩き起こして、うん、わらあかんぞつっても、うん。で、もう難を逃れる兵士とかもうたくさんいたわけ、それで。へぇ。で、それに加えて、まあ言ったら塹壕戦だから中間地帯があるんだよ。敵陣と、うん、自陣の間に。そこで倒れてる負傷兵とかを見つけて吠えたりとかすんの。うん、ここにいるよ ってワン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 って。すげえ賢いやん。そう、だからそれで助けられた、いう兵士たちも何人もいた。またですね、戦場の負傷兵とかがいたら、そこでペロペロ舐めたりとか、うん、クンクン言って慰めたりとかするのよ。うん。また、そのドイツ軍の石膏を、いち早く見つけては、うん、こう、何、飛びかかって、捕まえたりとか、うん、時間稼ぎをしたりとかしてたのよ。敵っていうのもわかるんだね。おかげで、そういった功績が積み重なって、このスタビ、軍曹に昇進します。ああ。じゃあ、あれ、後輩たちがいるわけだ。いやいや、もう部下がいるわけですよ。人間の部下が。そう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 。で、まあそこからも活躍を見せたスタビーは、まあ見事アメリカに凱旋することになって、大英雄として、要はみんなから迎えられることになる。なるほどね。しまいにですね、大統領と会見して、パーシング将軍って人から全米人道協会特別賞まで授与されたの。行くとこまで行くな。行く、もう登り詰めた犬よ。まあそんなね、スタビーという英雄犬がいたという話でございます。ピロスキでございます。はい。では私は、日本の犬好きの武将を紹介したいと思います。おお、それが大田助政でございます。おお、来た。もう犬がもう好きで好きで、おお、もうワンワン武将、ワンワン武将ですよ、おお、本当に。うん。で、このワンワン武将なんですけども、はいはい、2つの人持ってるんですね。はい。それが居城の岩槻城、そして市城の松山城です。はい、はい。このお城に50匹50匹飼ってんのよ。いや、飼ってんなー。要は100匹飼ってるわけですよ。おー、すごいすごい。あー、で、その市場行くたびに戯れて、はいはい、そして戻ってまた犬と戯れてを繰り返してるわけです。もう犬三昧、犬三昧、犬三昧、犬三昧です。はい、やってるわけです。でもそんなある日、ある事件が起きます。え、松山城に北条氏康が攻めてきたんですよ。あー、これ来たよ。あー、もう武力に秀でた関東を支配してるような男でございます。いや、もう名所中の名所だからな。でも包囲されるんですね、松山城が。はい。こいつはやべえと、うん、とりあえず岩槻城に兵隊を援軍送ってもらおうと。はいはい。もう伝令部隊行くんですけども、うん、通さねえぞって言ったらもう、いや、止められるわけですね。なるほどなるほど。うん。その時にある家臣がピンと思いつくんです。おう、そういや、助政様、有事の時に犬を放てと、困った時は犬を放てばいいよって言ってたなっていう。おー、そんな助言が。おー、で、マジでっていうことで、うん、まあ何匹放ったかわかんないですけど、犬をふわって放したのよ。はいはい、50匹いるからな。でもまあ野良犬だと思ったから、北条家も無視したわけですね。はいはいはい、犬ころかっつって。うん。そしたら犬がパーッと岩槻城に来るわけですよ。うん。そしたら助政が、これは松山城に何かあったなっていうことで援軍を送ったのよ。はい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 。そして、北条軍を逃走させるんだよ。
すごいすごい、それは、うん、もう犬大活躍やん。もう犬のおかげで守られたのよ。もう完全に犬だね、うん、そしてこれが日本初の軍用犬って言われてるんですよ。始まり軍用犬の、要は仕込んでたんですね。いやすごいね、うん、ああトップブリーダーすぎんだろとだからそういうためにまあ犬をあれだけ集めたんじゃねえかなっていう話もあったりとか。いやー、まあ、でも好きっていうのも必ずあるな。絶対ある。記者長2回目、はい。次はですね、昔から日本に伝わる犬神について少し喋りたいと思います。犬神、うん、この犬神っていうのは神様とかそういう類のものではなく、付き物と言われるもの。狐に疲れるとか霊に疲れるとか、はい、蛇に疲れるとかで、この犬神、まあ、要は人に言いつくんですけれども、要は疲れたら要は心身ともに狂ってしまうと、うん、いろいろな症状が出てしまう、不幸なことになってしまうと、うん、でこの犬神の発生についてなんですけど、これ自然的に発生したものではなく人工的に作られた、あーっていうふうに言われてる。キメラ実験みたいな。そういうこと、そういうこと、うん、まあそのうちの一つが、まず犬を地中に埋める、うんうん、したらお腹が減ってくるわけじゃん。そしたら目の前にそれ餌を置くわけ、うん、で届かないとこに置くのよ、うん、で犬はこうどうにか食べようと口を伸ばすけれども食べれないと。で言ったらその空腹がこう高まっていって、食べ物への執念が一番上に高まった瞬間にその犬の首を切り落とす、うん、でそれをこう祀ったらその犬神になるんですよ、うん、そしたらその刺激できる、それをやった人間は、うん、まあ俺はまあピロスケ憎しと思ったらピロスケに犬神行けーっつってよ、うん、お前につかせてお前はこんなことになるとこれで済むのかお前それでいいのか逆にいやいや俺はいいんだ。でこの付き物っていうのはどちらかというと人につくっていうより、その家とか血筋につく付き物筋と言われるものがある。付き物筋って言っても、言ったら普通に霊が疲れるっていうわけじゃない、ちゃんとした裏話がある。この付き物筋の家って言ったら大体お金持ち、しかも元々その村に昔からある家じゃなくて新参者の家が多い。え、多分村って言ったら閉鎖的な社会なわけですよ。まあ、秩序立ってるからね。そうそうそう、うん、一つの世界なの。そこから新参者がポッと出てきて、いきなり財を成したら、何が起こったんだって理解できないの。で、昔から畑を耕すことしか知らない村人たちは、何か付き物みたいなのを利用して、他人から幸福を奪ってるんじゃないかっていう発想に至るの。そういうので理解の埋め合わせをするわけ。で、漬物筋っていうレッテルを貼るわけよ、そういった家に。現実逃避するわけでしょ。まあ、現実逃避というか、そういうふうに考えないと理解できなかった、うん、当時は。まあ、全部が全部、今言った理由で、この漬物筋のレッテルが貼られるわけではないんだけれども、そういったことがあるっていう、この犬神の歴史でございました。ピロスキでございます。はい、ピロピー。で、私はですね、はい、第二次で活躍したワンちゃんを紹介しようと思います。はい。それが、アメリカの軍用犬、チップスです。おう、このチップスなんですけども、うん、まあ、さっき拾われたって言ったんですけど、このワンちゃんは普通に飼われていて、うん、そして軍用として鍛えるからって言って、そういう訓練所に送られて鍛えられた犬なんです。ちゃんとした軍用犬だ。そうなんですよ。ええ、まあ、このチップスは、まあ、1943年に保証犬としてまずデビューをするわけですよ。はいはい、見張りみたいな。その後イタリア侵攻でチップスも連れていくんですね。そしてチップスとブリーダーはシチリア島占拠作戦で従軍してる時にマシンガン持ったイタリア軍に囲まれちゃうの。あら、あかんよこれ。しかも海岸行ったらもう絶壁の場所で、うん、もう囲まれてるんだよ。絶対絶命やん。もう死ぬしかないやん。うん、海洋サスペンスみたいな、うん、その時チップスがふわーって襲いかかって、うん、その4人を敗走させるんですね。え、すごくないそれガブ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 っつって、うん、こいつは勝てねえっつってパーって逃げるのよ。どんだけ強いんだよ。まあさすがに機関銃持ってるんで、その時チップスはちょっと火傷しちゃって頭の頭皮とかを、うん、おー、いやチップスありがとうってなるのよ。そりゃどうだ。でもチップスの活躍ここで止まりませんでした。ほう、これ使えるということで、いったら戦場に送られるんですよ。チップス、もう10人の兵隊を捕虜にするんですよね。それ本当犬か、それ。うわ、まあまあまあつって。おう。まあ、その後、チップスは、もう戦場で大活躍をして、おう。そしてもう司令官をやっていた、アイゼンハワーいるじゃないですか。いるいるいる。まあ、後に大統領になる人物なんですけど、うん、戦場で素晴らしい活躍をした人しかもらえない、シルバースター勲章をチップスはもらうんです。おぉ、すごいやん。さらに、名誉ある負傷をした人しかもらえない、パープルハート勲章ももらえるんですよ。おー、もう止まらねえな、おい。言ったら頭怪我しちゃってるから。あ、そこそこそこ。まあ、その後戦争終わって、除隊したチップスは、元の飼い主のとこに戻って、平和に暮らすんですよ。ほっこりする話だな。なんか、アニメっていうかドラマっぽいじゃないですか。やっぱりね。はい。これは使える。これドラマにしようって思った会社があるんです。ほう。それが、
ウォールト・ディズニーさん。おお、すげえのが出てきたぞ。1990年にドラマになってるんですよ。ええー、チップスっつって。うん。ええー、すごいね、チップス。それが軍用犬チップスでございます。はい。いや、犬ってさ、うん、めちゃくちゃエピソードあるよね、歴史上。いや、ある。うん。うん、で、なんか、いろいろ調べて、うん、勲章とか、階級、もらえんの？動物も。いや、結構動物もらえるよ。熊とかもらってる場合はあるしね。あ、あの、こうやってやつでしょ。あ、そう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 。なんか、フォルムで式説明できないけど、名前忘れたからね。面白かったら、チャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと、ツイッターやってますので、フォロー、よろしくお願いします。僕はですね、騎士の、戦場のルールみたいな。騎士はね、基本的に、知らない戦場で。向こうはね、捕虜にする。うん。身代金を取るの、それで。